ワンハート始まりました。ワンハート気分企画、今回の企画は、はい、なんとならなんと表現力で見せろジェスチャーゲーム。どうですか、ジェスチャーゲームとかやったことあります？やる機会ない。そう、でもさ、声発さない系に関しては俺らちょっとね、強いですよ。確かに、確かに。いつもはね、罰ゲームなんですけど、はい、今回はご褒美があります。お題の正解数に応じて、あのご褒美がね、はい、ランクアップしていきましたね。なるほど。まず一つ目、はい、ファンのみんなにご褒美、うん、メンバーが一発芸を披露。はい、二つ目、はい、次の全員での YouTube 撮影の時のケータリングの豪華になります。次からね、はい、一気にランクアップして、なるほど、みんな大好き、はい、スタバカード。結構ガチで一番これが欲しい。最後は YouTube ご褒美企画。いいな、ちゃんとご褒美、一発芸ご褒美企画とか。しかもね、30問かって書いてあったんで、相当難しいです。まあ、言葉発さなくても、体で、ね、うん、イチさんとかはどうですか？何問ぐらい成功できそう？でもなんか、なんかさ、謎にしないんだよね、何番なら。じゃあこの調子で、はい、みんなで成功していこうと思うので、待ってろ、ご褒美 YouTube 企画。めっちゃむずい。ボードリへめ、何それ、まずい、まずボクシング、まず筋肉、喧嘩、ちょっと出るよ、喧嘩。何何何、トリビューだ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 、あ、ちなみに1問目なんだと、1問目歌舞伎。え、全然歌舞伎じゃないよ。トレーニングやろう。全然思い浮かばなかった。1個目はこうやってておにぎりだ。笹原春馬。すごいよ、すごい、
罰ゲームを見れません。ああ、いやー、ちょっと最初が難しかった。最初なんだね。いるかいるか。何だよ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 。今アムにいつ絶対わかんないよって言われてちょっと不安なんですけど、まあ勢いでなんとかなりますよということで頑張りまーす。よーいスタート。あ、パス。ありがとうみんな。ビンゴ、エネスミンだ。イチギャル。
30秒経過。九州歩4問正解、はい、5問目笹原春馬8問正解。いや素晴らしい。はい、合計は25問正解でした。まだね、まだ頑張った方だと思います。春馬が頑張ってくれました。いや俺めっちゃ頑張ったよ。めっちゃ頑張りました。さすがです。あと一歩のところでね、この YouTube 企画があったんですけど、まあ、ちょ1人目の あ、ご褒美がすごい。あ、それちょっとどんなご褒美だったのかすごいちょっと期待してたんですけど、いやもうすごい。でもスタバカードもとても嬉しかったですね。頑張っていきたいと思います。はい、結構自信あったんですけど、自分が思ってるよりもなんかちゃんとなんか人となんか思ってるものが違うんだなって。イルカでこれはおかしいけど。どういう。なしですけど、ちょっとそれはちょっとチャレンジしたい。意味が分かんない。もう今日厳しいじゃん。いやそうですね、虫に厳しく自分に甘えるって何言われてるんで。あ、そうですね。そうですね。もう三本とか言うけど違うよね。正解の人とはもう全く違う。よく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 しっかり反省して今日帰ってから実写にしろよ。一人で一人で俺がね。じゃあ春馬さんはどうでしたか。まあそうですね、僕の前回のハーっていうゲームのジェスチャーではクソボロボロだったんで、そうですね、まあここで見返せることはできたのかなって。え、確かに、うん、思いましたね。いやすごいね、さすが。もしかしたらね、またチャンスが来るかもしれないので、その時にね、次こそは、YouTube を企画を掴み取れるように、はい、みんなで日々成長していきましょう。はい、それでは以上ワンラブワンハート YouTube 企画でした。また次回の YouTube もお楽しみに。